アドマイアモナークとは、日本の競争馬である。馬名は、カンムリメイ君主。主な勝ち倉は、日経新春杯、ダイヤモンドステークス。デビューから初勝利を挙げるまでに急戦。一年弱の、時間を要しその間、荒着一回を含む4連続2桁着順を、喫するなど、デビュー当初は特筆すべき実績はなく5歳春頃までは、条件場として過ごす。未勝利脱出後、 守備範囲の距離を徐々に伸ばし始めオープン昇級後も、天皇賞、目黒記念等の長距離重賞を中心に、出走、時折掲示板を確保し、長距離レースへの適性を発揮した。2008年には、日経新春杯を制止重賞ホルダーの仲間入り、続く、ダイヤモンドステークスを一番人気で優勝し、重賞に連勝を決める。迎えた同年12月、有馬記念。 重症戦線の常連場ながら、GI 競争においては、苦戦が続き、ここまで5戦し、入着実績なし。前奏、前々奏の天皇賞、ジャパンカップともに12着敗退と制裁を書いていた。アドマイヤモナークは出走馬中最低人気の14番人気と、評価を下げていた。しかし、第3コーナーまで最高峰で待機すると、直線で大外からの驚異的な追い込みで、 ダイワスカーレットに次ぐ2着に入選。有馬記念史上最高配当を生み出す波乱の立役者となった。モナークは翌2009年も現役を続けたが年明け初戦となった日経新春杯後に右大医子施設手指骨の骨折が判明、競争能力喪失と診断され現役引退となった。引退後は種ボバのオファーはなく虚勢され、 半身競馬場にて誘導馬として在籍している、誘導馬となったアドマイヤもなく、ありがとうございます。